病気になって正直毎晩ワンワン泣いちゃってました。嫌なコメントも来ちゃってたし。だけどみんなの優しいコメントもたくさんあってほんまに救われたよ。そんな中でみりんのね、人生が変わるようなメッセージが届いたの。ほん本当に嬉しくてたまらなくてたまらなくて、もうこれは動画にして思い出に残さないとと思って活動休止中だったけど動画にしました。この前投稿したイラストについてのメッセージだったんだけど、ちょっとね読みますね。さっきの絵を見てやっぱりみりんは私のお月様だなって改めて思った。私にとってお月様は暗い不安になってしまう夜に優しく見守ってくれて抱きしめてくれるような存在なんだ。そしてみりんは私にとってそんな存在だった。優しくて不安になった時、辛くなった時、大丈夫だよって言ってくれるような温かい存在だったんだ。それを今日の絵を見て改めて思いました。こんな風に思ってくれて本当にありがとう。みりんはこのメッセージを読んだ時に、はあ、活動してきて本当によかったって心から思いました。これまでもいろんな嬉しいメッセージをもらったけど、なんかね、こう、あ、これだって思ったんだよね。私はこう性格上みんなの太陽にはなれないかもしれない。みんなをこうニコニコ照らす太陽にはなかなかなれないかもしれないけど、でもみんなを優しく照らす暗い寂しい一人の夜を優しく包み込むお月様にはなれるかもしれない。みんなが寂しい夜にみんなを照らす月にお月様になれるように、これからも活動頑張っていけたらいいなと思っています。活動復帰できるかわかんないけど、また絵が描けるようになるかわかんないけど、頑張っていきたいなと思っているから、これからも応援してもらえたら嬉しいです。いいねやフォロー、コメントお待ちしております。これからも応援してくれたら嬉しいな。みりんのこと好き？太陽じゃないけどお月様でも好きでいてくれたら嬉しいです。おつみり。